春子さん、おめでとうございます。まあ、あなたはどなた？いやですね、もう私をお忘れですか？だって私、あなたにまだ会ったことがないんですもの。嘘ばっかり。私は毎年一遍ずつはきっとお目にかかっておりますよ。よく私の顔を見てくださいな。私はお正月のじじいですよ。まあ、あなたがお正月のおじいさん。お分かりでしょ。まず明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いやな、おじいさんね、おめでたいおめでたいって、あなたあんまりおめでたいような顔はしていないじゃありませんか。そりゃね、私だって別段おめでたいような気もしませんけれどもね、ともかくもお正月だからおめでたいとこう言うんですよ。変なおじいさんね、おめでたくないなら黙っていらっしゃいな。それで何の用でいらしたの？いえ、別にこれという用もないんですがね、ともかくもお正月ですからおめでとうを言いに来たんですよ。まあ用もないのにわざわざそういうところからおめでとうだけを言いに来たの？まあそういうわけですよ。ところで春子さん、これはほんのお印です。まあこれは何？はがきが2枚です。これをくださるの？そうですよ。何のために？やっぱりそのおめでたいお印にね。またおめでたいって？でもせっかく持ってきたものですから、どうかお年始のハガキにでも使ってくださいな。お年始のハガキ？私そんなものは出さないことよ。たとえ一千五輪でも用のないものもったいないわ。今年は天津城でもお年始の郵便はなるたけ出さないようにって言ってるじゃないの。ああそうですか。ともかくもまあちょっとごめんをこうむって上がらせていただきましょう。さあ春子さん、早くおととを飲ませてくださいな。まあ楽しいおじいさんね、私のところにはお酒なんかありませんわ。第一、いくらお正月だって朝からお酒なんか飲むなんて悪いことですわ。でもせめてお雑煮をいただかせてくださいな。あなたお腹が空いているの？いいえ、さっきよそでお雑煮をいただいてお腹はまだいっぱいなんですけれど、ともかくもおめでたい朝ですからね。食べたくもないのに無理に食べるのをよしなさいな。第一、お菓子にはね、冷静に毒だわ。そんなに食べてお腹でも悪くしたら、それこそおめでたくないじゃありませんか。よくいろいろな理屈を言うお嬢さんだな。それじゃあ春子さん、食べることはやめにして、ちょっと往来入れて羽をつこうじゃありませんか。負けた方の顔へ次を練りつこうしましょうよ。まあおじいさんの下に羽なんかつくのはおよしなさいよ。外で顔に爪なんか乗っていたら人が嫌いだと思うわ。そうですかな。さあ自転車や自動車の通るところで羽なんかついたら往来の邪魔だわ。そうですかね。それじゃあ、そうそうそう、一つ歌丸太を取りましょう。百人一号。年上のくせに変なことばっかり言うおじいさんね。カルタほど衛生に良くないものはありゃしないわ。手前お座敷へ大勢集まって下ばっかり向いて、まるで畳のゴミを吸うようなものだわ。頭は疲れるばっかりです。第一、これはこのお湯もカエルも忘れては、知るも知らぬも大阪の時、何のこったかとも分かりゃしないわ。わからないことがあるもんですか。あれの歌はなかなか面白い歌ですよ。おじいさんには分かっているの？わかりますとも。あれはね、大阪に大変悪い風が流行った時の歌でね、大阪へ行く人でも帰る人でも、知ってる人でも知らない人でも、みんな風邪をひいて咳をしている大阪の咳という歌ですよ。ほらご覧なさい、衛生に悪い歌じゃありませんか。いけませんかな。それじゃあ一つすごろくをしましょうか。何もおじいさん、いくらお正月だからといって、そう無理に遊ばなくてもいいんじゃないの？そうですかね。それじゃあ、いっそ何にもしないで、これからこたつに入ってみかんでも食べましょう。もう悪いわ。じゃあ、全体どうすればいいんです。何かしなければ私の役目が済まないじゃありませんか。あなたはお正月でも古いお正月だからダメよ。今のお正月はこういう風にするのよ。Oh, no.